また中国では古来、除花と副儀が蛇の姿をしたその下半身を絡め合う図像が描かれてきた。これは民族の祖である両者が交接をして自分たちに繋がる子孫を設けた場面を表しているのだ。この図像は先に挙げた吉野博子の説を想起させる縄文人や神道の思想に蛇は自分たちの祖霊であるという考え方があり。 縄文土器の縄目文様や締縄は、交接する死由の蛇を意味しているのであれば、形は違えど、諸下、と、副儀の絡み合う姿と、縄目文様や締縄の意味するところは、ほぼ変わらないと言えるだろう。トーテミズムの存在が認められる民族の中でも、特に多いのが蛇をトーテムとする民族であり、インド、中国の例はその典型だが、 我々日本人の間でも同様に、ヘビをトーテムとするトーテミズムが息づいていたと思われる。中、中原とは、中華文化の発祥地である郊外、自由化流域にある平原。